どうも、高井です。9割のビジネスは麻薬であるって話をしていきます。麻薬ってことは依存性が高いってことなんですが、パチンコ店でお金かけて勝負をして、今日こそ一発当てて金持ちになってやるって思っていく人は、一回でもパチンコで当てていい思いをしたってこう経験がある人だと思うんですよ。自宅に無料でパチンコ台を設置して遊んで、ああ気持ちいい楽しいってやっていける人って、おそらくほぼいないと思うんですよね。ビジネス書でいくと、1冊1500円だとか、高くても2000円ぐらい。そういう本を買い続けていくと、いつか知識が打ち止めになっていって、あれ、今日も同じことを言っている。なんだ、しけてんな。もっといい情報載せろよ。ものすごく期待値の高いような、期待を込めさせるようなコピー書きやがって、ふざけんなってなってると思うんですよ。Amazon のレビューだと分かりやすくて、星1、星2だとそういう結構クレームじみた書き込みありますよね。で、他は9割方が星4、星5の絶賛してる書き込みがあるわけですよね。そういうの見ていると、ああ、この本はビジネス書なんだっていう、はっきりと分かりやすいわけです。この話を聞いたらおそらく、いや、私はビジネス書なんて読んでません。ようやく動画を見ていますって方いらっしゃると思うんですが、ようやく動画もどうかなと思うんですよね。スマホの課金ガチャ、ありますよね。まあ、それで無料でも楽しむモードあるけど、課金した方がより効率よくアイテム集まりますよ。っていうような、そういうシステム。無料で見ているからいいのか、有料でやってるから、より効率よく向こう、周りの人たちも有利に働くのか、ってその違いだけであって、ガチャはガチャですね。パチンコと変わらないわけです。なので、ビジネス書を読む場合は、古典から読んでいただければと思ったりするんですね。まあ、あればですけど、少しでもビジネスから離れるきっかけになったらなと思ってこの動画を撮りました。よかったら、グッドボタンお願いします。チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。